今日は大根餅を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、大根餅を作っていきたいと思います。こちら大根をすりおろして作るんですけれども、味付けは今回2パターンご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。大根、桜エビ、小ネギ、薄力粉、片栗粉、こちらの材料で作っていきます。まず大根に関しましては今の状態で約 300g になります。こちらは目安にしてみてください。そして今回はプレーンタイプと、あとは桜エビと小ネギを入れたタイプ、こちらの2種類作っていきます。こちらの中身の具材に関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、料理酒、お砂糖、鶏ガラスープの素、塩、コショウ、ごま油、こちらの材料を使って作っていきます。まずプレーンタイプなんですが、こちらは醤油、みりん、料理酒、お砂糖、塩、コショウ、こちらで味付けをしていきます。そしてもう一つですね、エビが入ったものに関しましては鶏ガラスープの素で味付けしていきます。焼くときはね、ごま油を使うんですが、こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめに大根の皮を剥いてください。こちらピーラーで剥いていただいて大丈夫です。はい、このように皮を剥いてください。そしたら続いてこちらの大根をすりおろしていきます。はい、このように大根をすりおろしてください。こんな感じで水分が出てくるので、こちらの水分を少しね絞りたいと思います。そしたらね、ザルとボウルを用意してください。この中に大根おろしを入れます。はい、そして全体に広げて軽く押さえつけます。水分は少し残した状態で OK です。軽く押さえつけて使うまでこのまま置いといてください。それでは続いて小ネギを切ります。まず根元を切り落としてください。そして半分に切ります。また半分に切って、あとは切り口を揃えて小口切りにしてください。小ネギはこれで OK です。それでは続いてエビですね。ちょっとこちらのエビは大きいので適当に刻みます。あんまり細かくしなくて OK です。エビが小さいものに関しましてはこの作業は省いていただいて OK です。このように少しね切ってください。それではこちらの大根ですね、一度ザルを上げていただいて、そして手でね軽く水分を絞ってください。まだ少しね水分が残ってる状態にしてください。ギュッと絞るとね、まだね水分が出るぐらいの絞り具合になります。こちらの絞り汁に関しましてはお味噌汁などで使っていただけますので、こちらもですね捨てずにぜひ活用してください。そしたらボウルの中に大根おろしを入れます。わかるかな、このぐらいです。そしたらですね、ここに薄力粉とあとは片栗粉を加えます。こちら同量です。そしてよく混ぜましょう。しっかりね、薄力粉と片栗粉にムラが出ないようにこのようにね押さえつけながら混ぜてみてください。はい、そうするとねこのようにひとまとまりになってきます。今ね指で触ってもね指にくっつかないぐらいになります。こちら大根のね絞り具合によっても硬さが変わってくると思いますので、手で形作れないくらい緩い場合はもう少しね薄力粉と片栗粉を加えてみてください。逆にですね、硬くなりすぎてしまった時は少しね大根の絞り汁を入れて調整してみてください。今回はですね、味付け2種類作っていくので、こちら2等分にします。大体で大丈夫です。そして片方を別のボウルに入れます。はい、このように分けてください。そしたらまずプレーンタイプですね、こちらは塩コショウでまず軽くね味付けをします。これでよく混ぜましょう。お好みでね、ここに出汁の素を入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。はい、OK です。そしたらですね、こちら大体3個ぐらいできると思うので、適当にまず3等分にします。まあ大きさはねお好みで変えていただいて OK です。そして手に取ってこちらをね丸めていきます。そしてちょっとね平べったくして形を整えてください。はい、こんな感じです。ではね、残りも同じように作っていきます。
はい、このように形作ってください。では続いてエビが入ったバージョンですね。こちらはここにエビとあとは小ネギを入れます。そしてこちらは鶏ガラスープの素で味付けしていきます。これをよく混ぜましょう。はい、OK です。そしたらですね、こちらも形作っていきます。こっちはね、エビとかが入ってる分ね、ちょっと多いので4等分にします。ではこちらも同様に形作ります。厚みはだいたい1センチぐらいを目安にしてみてください。こんな感じです。ではね、残りも同じように丸めていきます。エビがね、表面にくるようにちょっと工夫しながらね、形を整えてみてください。そうするとね、見た目も良くなると思います。はい、OK です。このように作ってください。ではですね、焼いていく前にプレーンタイプの方の味付け調味料を合わせていきます。まずお醤油、そしてみりん、料理酒、そしてお砂糖です。これをよく混ぜましょう。はい、OK です。お砂糖のね、シャリという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。それでは焼いていきます。まずフライパンにごま油です。そして火にかけましょう。火加減は中火です。一度ね、油を全体に広げましょう。30秒ほどね、温めたらここに大根餅を入れていきます。入れる前にちょっとね、形を整えてください。そして火傷しないように置いていきましょう。今回ね、丸くしてるんですが、楕円形にしていただいてもね、 OK です。お好みの形にしてください。はい、OK です。このように置いたら火加減は弱めの中火ぐらいにします。これでまずね、こんがり焼き色がつくまで焼いてください。はい、今ね、3分ほど経ちました。一度ね、焼き色をチェックします。いい感じに焼き色がついたものから裏返してください。目安としてはこのね、下の部分がちょっと透明になってきてるの分かりますかね。これがね、半分以上透明になってくれば OK です。そして焼き色がついたものから裏返します。よいしょ。火の当たり具合でね、焼き色が変わってくると思うので、1個ずつね、チェックしてみてください。こっち側はね、ちょっと日の当たりが弱いみたいなので、もう少しね、焼いていきます。裏返したらね、少し押さえつけてみてください。そして火加減は弱めの中火のまま焼いていきます。表面もね、カリッとした仕上がりになってますね。火の当たりが弱いところは火の通りがいいところにね、こうやって移動しちゃっても大丈夫です。調整しながらね、焼いてください。じゃあこちらも裏返します。もうちょっとかな。ほんとカリッカリですね。はい、今ね、全部裏返しました。片面もね、焼いていきます。片面はね、だいたい3分ぐらいでいいかなと思います。厚みや大きさなどによっても変わってくると思うので、様子を見ながら調整してください。中火や強火で焼いてしまうと、中に火が通る前に表面が焦げてしまうので、必ず弱めの中火ぐらいで焼くようにしてください。はい、でこちらのね、エビ入りの方の片面もいい感じに焼き色がつきました。焼き終わりの目安なんですが、この側面を見ていただいて、白っぽかった部分が全部ね、透明になっていれば OK です。まあ、透明というかね、透明感が出てれば大丈夫です。そしたらこちらは取り出します。エビバージョンはこんな感じです。表面がね、カリカリに仕上がってます。そしたら残りの大根餅ですね、こちらも一度裏をチェックします。こんな感じでね、焼き色がついて、側面部分もチェックして、きちんとね、透明感が出てれば OK です。そしたらこちらは今から味付けしていきます。先ほど合わせておいた調味料を回しかけてください。そして全体に絡めます。火加減中火で OK です。これでだいたい1分ぐらいですね、調味料を絡めてください。だんだんね、調味料にもとろみが出てくると思います。はい、OK です。プレーンバージョンはこれで完成です。照りが出てとても美味しそうに仕上がってます。それでは盛り付けたいと思います。はい、これで大根餅の完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらの手前が甘辛味、奥はですね、小エビと小ネギを入れた中華風の味に仕上がってます。どちらもね、もちもちでとても美味しそうな仕上がりになってます。はい、中身はね、このような仕上がりになってます。すっごくもちもちです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずプレーンタイプからいただきたいと思います。いただきます。
もちもちですっごく美味しいです。この甘辛味もね最高ですね。次エビと骨切りもいただきたいと思います。いただきます。こちらはエビの風味がしっかり効いててすごく美味しいです。そして大根の風味もあってちょっとさっぱりとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大根餅のポイントです。まず大根に関しましては皮を剥いてその後すりおろして使ってください。すりおろした後に水分が結構出てくると思いますので一度ザルにあけて水を切ってください。そして今回はですねプレーンタイプとあとはエビと小ネギを入れたバージョン、こちらの2種類ご紹介しました。こちらの味付けはお好みでやってみてください。小エビの方に関しましては鶏ガラスープの素を入れてますが、こちらはコンソメだったりあとは出汁の素で代用していただいても美味しいと思います。そして大根おろしはですねザルで水を切った後は軽く手で絞ってください。このね絞り具合をねちょっとうまく説明するのが難しいんですが、ギューッと絞った時にまだね絞り汁が出るぐらいですね、少しね水分が残した状態で作るようにしてください。そしてその後薄力粉と片栗粉を加えてしっかり混ぜるんですが、この時ねもし生地が緩い場合はもう少しね粉類を入れてみてください。その場合は薄力粉と片栗粉同量で入れていただくといいかなと思います。逆に少しパサパサするときは大根の絞り汁を少し入れてみてください。この大根の絞り汁なんですが、こちらはねお味噌汁などで活用していただくといいかなと思います。栄養もありますのでぜひ合わせて活用してみてください。そしてひとまとまりになったらあとはねお好みの大きさに形を整えてください。厚みはだいたいね1センチぐらいがいいかなと思います。今回の分量でいうとプレーンタイプが3つ、そしてエビ入りが4つできてます。こちらは参考にしてみてください。そして焼く時のポイントなんですが、今回はごま油を使って焼いてます。こちらはねお好みの油で焼いていただいて大丈夫です。そして焼いてる最中は弱めの中火ぐらいで焼いてみてください。火加減が強すぎると表面だけが焦げてしまって中が半生になってしまいますので、弱めの中火でじっくり焼いてみてください。最初はね結構白濁とした白っぽい色味なんですが、火が通ると透明感が出てきます。なので全体的に透明感が出れば OK です。もし心配な場合は1個だけ取り出して、そして半分に切って真ん中の部分がね白っぽくなってないかチェックしてみてください。そして今回ですねプレーンタイプの方は甘辛味にしてます。こちらの味付けもお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大根餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。